今こそ欲しい大人の名品図鑑、小暮でございます。今回はマルチクリエイターのセルジュ・ゲインズブールがテーマです。セルジュ・ゲインズブール、なんか調べるとゲインズブールっていう言い方もなんかするらしいんです。何をやってる人かっていうのがよくわからない。私自身もよくわからなくて、歌も歌うし、映画を撮ることもあるし、文章も書くしみたいな、そういうなんかいかにもこうフランス的なクリエイターみたいなところはやっぱりすごいなっていうふうに思いますよね。でその彼が履いたのがフランスのレペットのダンスシューズ、本当にダンスシューズで、底が薄くて、素材がヤギ革で柔らかくて、でこういうのを彼はジャケットを着て、擦り切れたこうジーンズのこう足元に白のこういう靴を、ダンスシューズをさらっと履いちゃうみたいな、で彼本人全然自分でおしゃれをしてるっていう感覚じゃないのに、外から見るとすごくおしゃれだっていうのはフランス人のそういう伊達男 の, 特徴みたいなもそのもので、中にシャツをよく彼は着てるんですけども、シャツのボタンも必ず2つとか3つ開けて、ラフに着てる。ですごく女性からモテて、多分今でいうモテオ君のもうルーツのルーツみたいな存在で、本当にひげ面で身なりなんかも本当にこうノンシャラン、もうあんまりかっこつけたりしてなくて、洗練とはフランスでいう洗練とは全く離れたところにあるんだけども、おしゃれをこう感じさせて、さらに女性からモテるっていうのは彼の特質のような気がするんですけど。